高評価とチャンネル登録だけでいけよ。パー！もう하면은오그러니까뭐이렇게할수있고이건엉성해지는거아니야그럼빠빠빠보다안네또서있는게낫다그냥어쨌든얼굴만가까우면될것같은데이것도나쁘지않을거야뒤로저거저거여기까지괜찮아서서보니까いやー、一つのシーンにもね、こんなに時間をかけてる二人なんですが、本日はですね、キングザランド8話の予告を持ってきました。7話ね、面白かったですね。ね。ね。この人出てきましたからね。この人、皆さん知ってます？この人は実は有名人なんですよ。イカゲームのアリで出てた、まあ俳優なんですよね。だから韓国語もめちゃくちゃペラペラ。ね。まあね、また三角関係みたいな、新しい展開があって、より、面白くなった気がします。では、本日の8話はどのように展開されるのか、みんなで見に行ってみましょう。どうぞ。神なんそぎょ천사랑씨는 VVIP 직원이야오늘여기묵을적이야충분해역시너는이런기품있는옷이어울려나의사랑천사랑안돼야그손놔지금질투하시는거예요뭐네お互いに嫉妬する仲になりました。もう7話では手もね繋いでました。もうそろそろキスシーンも、出るかもしれません。本日ね、7話見てみたら、生まれ変わってもよろしくでは、もうすでにキスシーンが出てましたね。だからそれを見るとね、やっぱりこうね、キングザランドの2人のキスシーンも非常に期待ができますが、なぜかね、なんか VIP ルーム、に、チョンさんが泊まることになると。まあ、おそらくアラブ王子がアリがね、用意してくれたと思うんですが、チョンサランが、こう三角関係に巻き込まれるとね、アリがね、まあ、お金持ちですからね、アラブ王子だからもうどん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 お金使ってますと。だからねこんな格好もしてくるんですけど、いやこれね見た瞬間僕はやっぱり少女時代のね、センターにいるイムユナですからね。やっぱね、着こなすと、オーラが違いますね。まあもともとね、可愛いと思いますが、やっぱこうね、こう、オーラが違う。やっぱ一般人じゃない。と思います、この人は。だからね、韓国でも人気ナンバーワンの、もうね、少女時代、アイドル活動してないんですけど、それでも、人気あるのは多分こういった、ところかなと。で、これはイメージなのかな？何なんですかね？想像？だからすごい、この二人の、関係に嫉妬する、ね、クローンがよく出てくるんですが、まあ、三角関係はね、女性も男性も燃えますからね。それをよく利用したシーンになってんのかなと。あとまたこのシーンでね、嫉妬してますかというふうに言っててね。二人ともお互いのことやっぱ嫉妬してしまってるので、そろそろ告白タイムじゃないですか。언제부터네가회사생각했니누나가아무것도아니라고생각하는사람들내가한번지켜보려고괜히뜸들이다가사랑이놓치지말고고백하세요우리얘기하고싶어서いよいよですね。우리얘기하고싶어서ね。俺たちの話したいからっていうことですよね。つまりは告白するよっていうことだと思うんですが、これを8話でするかどうかはわからないですね。ヌナはですね、언제부터니가회사생각했니って言いながら、ね、パチパチしてますね。このヌナとの関係は今後、やばくなるような気がしますよね。
もうまだ気づいてはないようですが、チョンサランがね、クォンと、恋に落ちてるっていうことが分かるようになったら、それを利用して悪いことしそうですよね、ルナもね、だけどどん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 クォンは、ルナがやってることにが気に食わないから、やっぱね社員たちのために、自分が出てね力づけて、守ってあげたいと、まあチョンサラもいますからねっていうことを言ってますと、だからこのルナとのバトルはちょっと気になりますね。あとはこのね、どっち島をこべかせようっていうのは友達から言われてると思うんですが、なので、さらにね、こう逃げられないように早く告白してくださいのねっていうふうに言われてね、二人が、告白するで、カップルとなるシーンが8話に来るのか9話に来るのかね、来そうですね。いやーもうね、もうなんだろうな、よくね今生まれ変わってもよろしくも一緒にやってるからあれなんですけど、このキングザランドの良さはもう理性がいらないですね謎もないしね、だからただただ、2人のイチャイチャを見て楽しむっていうドラマでよく作られてるなって思いますね。本日のね8話もすごく気になるので、1時まで待ってるかな、頑張って、オンタイムで見れるように頑張ってみます。では僕はまた、10話の予告で戻ってきますね。ではまた。